はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は VS ボナール野球部さんとの最終戦になります。この回も引き続きマウンドには翔平が上がっております。前回動画でね、たくさん投げてたイーファス、これもイーファスで三振を奪います。いやー、これ、マシさんね、パープル配信者らしい空振り、思いっきりフルスイングいいですね。はい、そして次も、おー、決まんねー、イーファスが。ここまで決まると。で、これ、インコースからのスライダー。鬼スラですね。ただこれ、イーファスをレフトさんへ、この表情となってしまいます。ちょっと苦笑いでしたね。まあ、単にのナイスカバーで一塁打止まりにはなっています。はい、これ、外のスライダーが外れて、ワイルドピッチで、進塁許し、ランナー二塁、ピンチとなってしまいます。ノーサインでやるって、やっぱなかなかきついよな、やっぱ。これもフォアボールとなってしまいます。まあでも、一塁を埋めたって感じですね、これで。さあ、マサさんとの対決。初球インコースからのスライダー。はい、2球目。マサさんにもデッドボール、ユウヤさんにね、初回に当てて、2回か、当てちゃってたので、ボナールのお二人すいません。さあ、満塁となります。すいません、これ、カウント待ちですね。これでストライクかな？これでワンストライクとなります。さあ、初球インコースでストライクを取っていきました。これ打って、ピッチャーゴロ、ただ、なっ、はい、まさかのエラーで失点となります。ちょっとね、ベンチからの、ヤジは、大変失礼に当たるので、聞き流していただければと思います。はい、すいませんでした。そしてまた、デッドボール、本当にすいません。ちょっとね、打ち当てる方がちょっと多かったかなと思いますね。本当に申し訳ないです。押し出しとなって、さらに追加点を与えてしまいます。ちょっとじわりじわり点差が縮まってきたかなって感じですね。はい、そして、これ、イーファス、ファーストライナー、トーシャーシュンさんのね、これナイスプレーですね。しっかりと取って、しっかりとランナーの動き見えてたのかなと。失点はしたものの、ピンチを脱することができました。やねんしゅんさんです。さあ、そのしゅんさんから。これ、ポツンと当てた打球、サードゴロとなってしまいます。これでワンアウト。さあ、またターニー。おー、打球はセンター後方へ。ワンバンで越えてエンタイトルツーベース。よく溜めましたね、あれ。すごいな。さあ、得点圏でヒロト。これ、インコースへのストライクで追い、ん？ボールか。これ、パスボール、ワイルドピッチ、バッテリーエラーの間に、ターニーは、サードへ、ランナー進塁となります。さあ、これでね、ヒロト、内野ゴロでも、場合によって1点、外野フライ打てば、もう確実に1点です。さあ、打点欲しいよ、ヒロト。これ、引っ掛けますが、飛んだところが良かったか、ターニーの走塁も良かった、ショートゴロの間に、ランナー生還となり、また点差を広げます。さあ1番に戻って藤川さん、これ肩口からの変化球ショートゴロとなります。ただこの回もね、またさらに、追加点を奪うことができました。取られた分はやっぱ取り返しできています。そしてピッチャーは関根くんになります。このサイドショー、はい、まず先頭高生さんスライダーで三振に。そうですね、藤川さんとはまたちょっと違ったタイプのサイドスロー、投げ方はすごい似てるんですけどね、同じぐらいの角度から出てくるんですけど、はい、そしてこれ、俊さんの俊です、ナイス反応、いや動けてますね、俊さん、さすがです、はい、ポポンとツーアウトて、これ、サード、翔平、これもしっかりと取った、ファースト送球、ただ、中途半端でそれてしまいます。取るところまではめちゃくちゃ良かったんですけどね。これ、ツーアウトからピンチとなってしまいます。いや、これに関しては、まあ、エラーではないですよね。ちょっと打球難しかったし。はい。
まず初球をスライダーでストライク。さあそしてこれもスライダー、ショートゴロとなり、藤川さんが軽快にさばいてスリーアウト。この回もというかこの回は無失点ですね。相手ピッチャーもここで交代となります。マサさんお疲れ様でした、ナイスピッチング。そしてケンちゃんさんがマウンドへ上がります。またちょっとタイプと違いますからね、ここも。そしてキャッチャーにはピンクマン昴生さん、すごい方だな。はい、先頭カイトがいきなりライト後方への打球、これがホームラン。ポール打ちが入ってますね。ホームランです。いやー、これでねジャイキリは、カイト優作のアベック弾となります。来るたんびに誰かホームラン打ってるよな、ジャイキリってすごいな。はい、そしてバッターには翔平、このまま続けるか。高々と上がった打球、これめちゃくちゃ高い打球なんですよね。センターフライとなります。どこまで上がるんだぐらい本当に超高弾道でしたね。センターフライです。はい、ワンアウト。これ優作が大きいカーブに空振りと三振となってしまいます。さあバッター両平、これ正直この球を昴生さんと話したんですけど一番打たないといけなかったなと。はい、そしてこの打球もボテボテのサードゴロ。まあね、後続が続かなかったものも追加点を奪えることができました。はい、そして最終回、引き続きマウンドには関根君、サードゴロ、しっかりと今回はさばいてワンアウト。はい、そしてよいしょ、これがショート後方センターか、センターフライとなります。ガチに掴んでツーアウト。はい、ここでツーアウト取ったところでタイムをかけます。ここでピッチャー交代、関根くんナイスピッチングでした。無失点から2回途中、1回途中無失点か。そしてクローザーは草野球プレイヤー元さんとなります。さあね、ラストワンアウトの登板です。めちゃくちゃ球速いですからね、剛腕で圧倒することができるのか。そして元さん翔平寺では久々の登板なので、そちらの方も要チェックです。さあマサさん、これがライト飛び込むをわずかに取れず、ライト線を点々としています。さあマサさんは回って、おっと戻ってギリギリセーフ、ツーベースでピンチとなってしまいます。いやマサさんナイスピッチングです。はい、そしてこれバッテリーエラーでマサさんが進塁、一気にピンチとなります。はい、そしてこれまたデッドボールを与えてしまいました。申し訳ございません、ちょっと多いですね、さすがに何個目だろうな、ちょっとはい気をつけます、申し訳ないです。はい、そしてこれがすみません、ちょっと三塁側からのカメラの映像がないんですけれども、ファーストゴロとなりゲームセット。久々のね大量得点、投打が噛み合うナイスゲームでした。同じ野球部の皆さん本当にありがとうございました。翔平図も随時解説しておりますので、ぜひ皆さん参加してください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。